行きますか。タオコ R35 に。いやー、ただね、アウト膨らんでしまった。その分いいレースできるのか。2022年最初のワンショットチャレンジスタート。ゲームスタート。おーおーおー、やよしのステージングゲームズ。Hello everyone! I am Yayashi の。よろしく。さあ、ということで、毎週恒例ワンショットチャレンジの時間がやっていきましたので、やっていきたいと思います。改めまして、ハッピーニューイヤーということで、もう2022年なんだねって。もう早すぎでしょっていうことで。さあ、今年も、このね、R35 で駆け抜けて参りましょう。とはいっても15番手スタートという。ことですが、いやー、これカーブはきついな。カーブはきつい。いっか、スイッチ、ワン、スタート。今年もワンショットチャレンジよろしくお願いいたします。さあ、やっていきましょう。まあ、とはいつつもスリップストリームついていってるから、まあ、タイヤが温めきっていない状態今なっている。いや、いい、いや、これで抜かせたら今年の自分の運はいいっていうことになりますが、まあ、それは分かりませんがね。まあ、ここのグランゼスボではこう技術が求められる、まあ、技術が求められるというのがね、このゲームの特徴ですので、しっかりとコースを把握してどこまで早くついていけるのか、それがグランゼスボ。いや、距離とまで、距離はそこまで離れてはいないから、白子がペナルティだね。オッケー。よし、しっかりとね。そうですよ、最近 A プラスに上がりまして、こんな形でなんか追いつけそうで追いつけそうにもないというのが今のところですが、それでも諦めませんという。21年からつないでいきたいからね。ここは通す。よし、ちょっと弱点出ないよね。なんか、ありがとうって書いてあるんだけど、いいね。そのディバリー。NSX だよ。これ本当に NSX?NSX だね。テールライト見た瞬間からわかる。ただこっちも慣れていけば、早くいけるかもしれない。いや、フロントに荷重かかるようにして動かないと結構厳しいよ。いや、待って、ちょっと待って。いや、下がるか。ここはちょっと下がって、行くぞ。やっぱベール早いな。直線直線。
ですが、こっち GTR でバラスっていうか典型型直線型というのもあって、ベーロよりは曲がりやすい。ベーロは完全に直線バージョン。ちょっと重さいくようにしたいんだな、これ。やばいな。次は4周目。何か美味しいドラマがあったらいいんだけどな。さあ、牙を剥くか。今年は虎年だからね。虎年だから、虎のように牙を剥くが、この R35。まあ、集中していくよ。最後か？山田だ。まだここは抜かせないか。抜かせないで来るのか。おっと、相手アートに膨らんだ。だがここはまだ後ろだ。よしよしよし。さあ、次ファイナルラップ。ここでミスったら終わりだからね。いや、まだ大丈夫。あーと、当たっちゃったか。すまん。すいませんが、ここは抜かさせていただいて。うん、NSX の選手は後に膨れ上がった。ちょっと待って、ちょっと待って、後ろのオーストラリア人の選手押していったか。ちょっとひどいけれども、こっちも人のこと言えない。いや、最後だけは抜かされないようにしていきたいんだけども、いやー、最後抜かされたか。ダメ。それダメ。最後白っ子に抜かされたか。15番手のままじゃねえか。いやー、仕方ないね。15位か。いや、 A プラスってなってくると結構うまい選手が来るからな。クリーデス12連続で15位、対戦ありがとうございます。まあ、ただクリーデスは取れたからね。はい、というわけでデリデス日のレイクマジョーレサーキット東レイアウトに、こちらの GTR GR4 でワンショットチェンジやっていきました。まず15番手からのスタートで15位でフィニッシュしたとともに、クリーデス12連続を達成したというわけで、いや、惜しかったですね。でも最後白っ子を乗車していた選手に抜かされてしまったという事実、いやー、悲しいというところですが、いや、まだまだ自分の
自らの腕をね鍛え直しですねっていうことで、いや次は上位目指せるように駆け抜けていきたいと思います。まあ頑張って。はい、というわけでもしよろしければチャンネル登録&グッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。その他 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひともフォローチェックよろしくお願いいたします。それではまた次のステージでお会いいたしましょう。最高のステージでお会いいたしましょう。 See you again too on the next stage. See you.